当に火葬場を増やさなくちゃいけない、でも場所がないって言った時に、いわゆる葬儀難民ですよね、ご火葬待ちっていうのがどんどんこれから増えていくでしょうし、までの何日間家族も来て顔も見れるし、で今まで世話した人は見たいって言えば来れるし、そういうのはいいと思う。